本日はパズル翔吾さんのバースデーイベントに参加したいと思います。潜入ですね。はい、翔ちゃんとね会うのも久々なんで、まあね、しっかりお祝いしていきたいと思います。会場に着きました。バースデーが見えますよ。可愛いじゃないですか。いやこれはねドキドキするね。ちょっとね、あら、いや水質じゃないですか。どうもどうも、おやすみ。どうぞ。いや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 、今日ね MC でやってたんで、あのやるということで、MC です。いいね、かっこいいね。これ見てくださいよ。かっこいいね、翔ちゃんのハッピーバースデー。ハッピーバースデーです。いいね。あ、何弁当を食べてるんですか。美味しそうじゃん。え、もちろん俺の弁当。いや、いやいや、いや、ガスガスガス。大丈夫、大丈夫、食べちゃう、大丈夫、大丈夫。タズルさん、すいません。タズルさん、タズルさん、いただきます。翔ちゃん、第一部お疲れ様でした。すみませんね、お弁当中に。いやいやいや、ちょっと今日ね、私潜入してるんです。はい、で、噂の噂のワメチャンネル、タズルさんにロッカローの寄付でございます。いや、翔ちゃん久しぶりだね、本当に。 ねマジでちゃんと会うのって多分一緒にうどん食ったぶりじゃない。むって、こんな前。いや、多分そうだと思うよ。西田君。うん。西田君、うどん食った。そう、一緒に食った。で。ね、そう、食ったんだよね。そう。で、二人で。いや、二人、うん、いや、二人だよ。二人だっけ、二人、二人。ちょっと飯食おうぜ、みたいになって。あ、そうだ。そうかもしれない。なんでって。何の流れだっけ。え、マジでコロナの前だったんだよ。そうそうそう、前前、普通に。もう、何年も3年ぐらい前。うん。2000、だからテニス終わって、ってぐらいじゃない。やばね。そう。知らなかった。そんな。それでうどんすってた。うまいんだよ。それは美味しいだろうね。西麻布の。めっちゃ美味しかった。まあ、個人的にやっぱ鶴とんたんのが好きなんだけど。やっぱ変わらないね。あのスタート緊張するのは変わらない。あ、そうそうそう。緊張してた。めちゃめちゃしてた。もう緊張するんですよ、本当に。意外だよね、緊張しい。いや、なんかね、いけると思ってもね、なんかあの翔ちゃんのあのファンの皆さんの優しい、うん、温かい視線にちょっとこう、うちの子たち優しいから、そう、ううふってなっちゃう。ちなみにワンメイクはさ、あのほら俺らがいた時さ、5人時代をさ、はい、それぞれ指出してでさ、うん、親指から人差し指から小指まであったじゃん。で、行くぞ、We are one name みたいな。エンジンのね。今どうやって言ってる？もうないです。俺もやっぱ舞台本番前は緊張するもん。あ、なんかあるんだ。ある。だからまあ普通にエンジン組む時もあれば、なんかよろしくって言って始まる時もあれば、そう、あのアップがてらなんかドレミの歌をやるみたいな。なんかね、あるのよ、発声練習みたいな。みたいな、うん、あと瞬発力を鍛えるみたいな。はいはい、歌唱指導の先生が教えてくれたのが、なんかさあ、歌いましょうってなって、俺がドーはドーナツのドーっつったら、ミーって言ったら、みーんがみんなのみーってなるわけ。あ、なるほどね。で、急にだから、そうって言われたら、そうは青い空っていうふうに音程と瞬発力とんだよ、はいはい。あー、むずいわ、これ。それ採用しよう。ね、それやろう。ジャズチャンネルでやろう。なんで？なんで？今はあれなの？ MC とかはまあないわけじゃん。うん、大事だけど。あ、でもね、あ、今もうようやく喋るようになった。マジ？いや、めちゃめちゃ喋る。あのガーディアンと呼ばれた司がガーディアンの司が動き出した。そうだってさ、ほら5人時代ね。うん、まあ、ほら翔ちゃんともすごい喋るじゃん。そうなのよ。そうで、そのねトークがもうさ、軽快なトークなんで、うん、そんな私のねトークなんてもう。入る隙がないんですよ。あ、じゃあその当時はやっぱつかさの能力をちょっと封じ込めてたんだ俺は。そうそうそう、逆に俺らがそうだから、あれでしょ、大俺やすっていうさ、まあ、もう本当にだから誰かが抑えるじゃん、うん、誰かがずっと暴れてるじゃん。そう、暴れ、どっち暴れるタイプ、それともまとめるタイプ、どうだろうね。ね、なんだろう、静かに暴れるタイプ。メイクのライブでいろいろと曲を下ろしながら、まあ、いつかこううちのね、事務所のね、まあ、リーシャで
ね、なんかこうなんか今も大ちゃんもやっぱいろいろ映像もやってるわけじゃん、はい、そうやりながらなんかマリー社祭みたいな、あ、いいですね、あくまでカッコ借りで、カッコ借りね、希望ちょっと叶えられるようにやりましょう、うん、ちょっと頑張ります、ちょっとワンメイク頑張っていきます、はい、でちょっとここからまた2部の打ち合わせします、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました、ではまたまたワンメイチャンネルで、ワンメイチャンネルこれちょいちょい見てるから俺も、本当、うん、俺一番好きだったやつは塚さんのコーラのスタバのやつで全然再生数伸びてないのに、うん、あれ見てる、本当マジでとか、あとなんだっけな、あのブランコで、あ、塚さんがね、うん、そうそうそう落ちるやつ、そうそうそう、お茶目だなと思って、そう、あれ本気でやってくるか、あのネタじゃないから打ち合わせ一切なしでやってるのに、ちゃんとああいうことやってくれるのよ、いやだから思ったのよ、やっぱメンバーとして、うん、やっぱメンバーが一番ファンだわ、あーでもそれはあるかもしれない、塚さんってどんなコメントをするんだろうっていうふうにさ、あそれはね、でも今日とかもそうだよね、塚さんなんかさ、うんうん、ね、なんか見ててもさ、うん、そうじゃん、なんか一番なんか応援しちゃう、あ、そうそうそう、近い距離にね一番いるからね、そうだからもうね、何してももう微笑ましいというか、あ、翔ちゃん頑張ってるとか、あ、ヤス頑張ってる、大丈夫かなとか、やっぱそういう目線になっちゃうよね、なるよね、そうそう、だ俺もすごいドキドキしてた、一緒に滑ったらね、同じ気持ちになる、そうそうそう、これきついだろうなと思って一番笑ってやろうかなみたいな、いや、わかるわ、それは本当に、いや、でもすごい盛り上がりでして面白かったです、うん、一部、はい、二部もちょっと一部は嵐のようだったんで二部はやっぱこう、あの陽気なね、日だまりのような、暖かい、暖かい2部にしましょうか、ああいいですね、うん、絶対フリじゃんそれも絶対暴れるだろう君たち2人は、ね、いや何より注目してほしいんです最後にね、ヤス、うん、が普段着ないであろうこの衣装、ちょっと寄ってもらっていいですか、このね、あの可愛らしい、可愛らしい例のね、これちなみにどこのブランドですか、どこのブランド、グッチうるさい、グッチヤスもね、ちょっと昇進しましたよ、そうですよ、もうこれカズルさんのイベントじゃなくて着れないやつ自分じゃ着れないから、いや、マジで可愛い、だからこれあれでしょ、バレないように俺が特典会した時に逃げるでしょ、この後自分の服を置いていくでしょ、すぐ逃げるすいません、マリシャさよならマリシャさえしようねって言ったら、そうそうそう、ショーちゃんありがとう、一着のためにそう、俺はグッチが欲しい買ってやれよ、いやもう買うしかないからもう回復回復、じゃあ頑張りましょう、ね、よろしくお願いします、はい、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、頑張ってにー、田津翔さんのバイベ2023終わりました、お疲れ様です、ありがとうございます、まあ、ちょっとね翔ちゃんお忙しいので、はい、ちょっともうエンディングは我々2人でね、はい、はい、撮って終わりたいと思います、どうでした、いやー心に来ましたよ、1部2部、ね、笑いあり、はい、無理があり、あの2部普通にねポンパーンって見てたんですよ、はい、うわちょっとみんなキラキラしてんなと思って、はい、いいなと思って見てたんですよ、そしたらもうそこのそのキラキラ言われてその人の企画があったんですよね企画がね、変顔そう、当てクイズ、当てクイズが、ね、まさか参加するとは思わなくて、全然エンジンかかってないからね、田鶴さんがこう、そうそうそう、つかさをつかさ、そうです、ね、変顔ゲーム参加させていただいて、1問だけね、1問いやさすが面白かったですよ、ね、嬉しいよね、でもね、元メンバーとかがね、そうですね、ね、頑張ってる姿とか、はい、我々も頑張りましょう、そうですね、本当に刺激受けましたよ、はい、ちょっともうバチバチ、はい、このエネルギーをね、はい、エネルギーにさらに変えて、さらに変えて、よりいいものを、ね、のエネルギーになるように頑張りましょう、元気玉と変わんないですからね、元気玉、そう、元気玉ね、どんどん力を集めていって巨大になってそれ投げるじゃないですか、はい、それもね、また受け取って、受け取って、またね、はい、そういうこと、はい、感じで、はい、頑張っていきたいと思います、はい、皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。